ギョズデ・ソンスルマはトルコのバレーボール選手、トルコ代表、キュタヒア出身。所属クラブと代表のオズゲ・チェンベルジは双子の妹である、プロバスケットボール選手のオヌル・ソンスルマと結婚している。2003年にトルコ代表に初選出され、同年のワールドカップに出場し、7位に入った。2010年10から11月開催の世界選手権に出場し、 過去最高の6位入賞した。欧州チャンピオンズリーグ2010の2011年シーズンではワクフバンクトゥルクテレコムで優勝した。その時自身もベストレシーバーに輝いた。2011年欧州選手権でレギュラーとしてトルコチームを引っ張り銅メダルへ導いた。2012年ロンドンオリンピックに出場。2012から13シーズン。 所属する枠フバンクの首相としてチームを牽引し、トルコリーグ、欧州チャンピオンズリーグなど公式戦無敗に大きく貢献した。2013年、FIVB ワールドグランプリ、欧州選手権に出場した。同年10月の世界クラブ選手権で初優勝を果たし、自身もベストアウトサイドに選ばれた。2014年、2013から14シーズンにて、 欧州チャンピオンリーグで準優勝、トルコリーグで連覇を果たした。リーグでは MVP とベストレシーバー賞を受賞した。同年より代表チームの首相を務め、ワールドグランプリでは4位となった。ありがとうございます。